ラモンサルバドール・カブレラは、ベネズエラ・ミランダ州カラカス出身のプロ野球選手。宇藤ーダ、独立リーグの茨城アストロプラネッツ所属。スイッチヒッター元メジャーリーガーで、NPB のセーブライオンズなどでもプレーしたアレックス・カブレラを父に持つ。2008年4月11日にピッツバーグ・パイレーツと契約してプロ入り。この年は、参加のルーキー級。 ベネズエランサマーリーグパイレーツでプロデビューし56試合に出場して打率264.3本塁が22打点5盗塁の成績を残した2009年はルーキー級ベネズエランサマーリーグパイレーツとルーキー級ガルフコーストリーグパイレーツの2球団合計で57試合に出場し打率299.3本塁が35打点 三盗塁の成績を残した。2010年は A 級ウェストバージニアパワーで90試合に出場し、打率269.1本塁が40打点3盗塁の成績を残した。2011年は A 級ブレーデントンマローダーズで92試合に出場し、打率343.3本塁が53打点5盗塁の成績で、 フロリダステートリーグの首位打者を獲得した。2012年は AQ アルトゥーナカーブとトリプ AAQ インディアナポリスインディアンスの2球団合計で113試合に出場し、打率278.3本塁打50打点の成績を残した。オフの11月20日に40人枠入りした。2012年12月5日に アンディオリバーとのトレードでデトロイトタイガースへ移籍した。2013年は参加の AA 級エリー・シー・ウルブズとトリプル A 級トレド・マット・ヘンズの2球団合計で123試合に出場し、打率284.1本塁が69打点4盗塁の成績を残した。2014年8月13日にウェーバー工事を経てパイレーツへ移籍した。 オフの11月24日に自由契約となった。シンシナティレッツ時代2014年12月9日にシンシナティレッツとマイナー契約を結んだ。2015年は参加のトリプル A 級ルイビルバッツで86試合に出場し、打率290.2本塁打、35打点、1盗塁の成績を残した。9月1日にロースター拡大により、 メジャー契約を結んで昇格した。9月5日のミルウォーキーブルワーズ戦でメジャーデビューを果たし、この年は13試合に出場して打率367.1本類が3打点の成績を残した。2016年は控え手として61試合に出場し、打率246.3本類が23打点1盗塁の成績を残した。 オフの11月28日にリーフとなり12月2日に自由契約となった2017年1月12日マイアミマーリンズとマイナー契約を結び同年のスプリングトレーニングに招待選手として参加することになった2018年5月14日独立リーグのアトランティックリーグに所属するロングアイランドダックスと契約を結んだ2019年4月8日に ダックスがカブレラと再契約をしたことを発表。2020年1月27日にダックスと再契約したことが発表された。2021年1月10日、ベースボールチャレンジリーグの茨城アストルプラネッツと契約に合意したことが報道された。1月12日に球団から正式に発表された。茨城球団 GM を務める色川東馬は打力があり、キャッチャー。 ファースト、DH をできる選手がいれば、チーム全体が大きく変わるという状況でそれにかなう、選手として、カブレラを見つけ、知人の紹介から契約に至ったと述べている。チームへの合流は開幕後の5月8日となった。ありがとうございます。